こんにちは、ミサトオーストリッチファームです。最近は朝の冷え込みも和らいできて、ダチョウたちも食欲が増したようです。今回の動画は小松菜を与え始めたヒナたちの様子を撮ります。のんびりとご覧ください。初めて小松菜を与えた日、ヒナたちは戸惑いがちにつついたりしています。2日目はすっかり慣れて夢中で食べていました。大きなヒナたちにも大人気です。牧場では大人のダチョウたちも毎日小松菜を食べています。しばらくは顔も上げずに食べ続けています。それでは今回もこの辺で終わります。